宮古島市で行われた伊稲石祭には関係者およそ40人が参列し、宮古城府の生みの親、稲石への感謝の祈りを捧げました。チョマを原料とする宮古城府は今から400年以上前、琉球国王への献上品として伊稲石が折ったのが始まりとされていて、その工芸技術は国指定の重要無形文化財となっています。 戦前は島を支える産業だった都城府の生産は原料や後継者の不足もあってここ数年は僅かな生産量となっています。